嘘ばっかり。国民全部私たち騙されてたんですよね。本当に大丈夫かな、バカらてめえ。あの、私たちみたいにね、戦争体験者っていうのはね、もう思い出すとね、もう腹が立つやら、お腹の中に煮えくり返るみたいだし、あの、涙は出てくるし、だからなるべくね、体に良くないからと思って、思い出したくもないし、言いたくもない。だからね、皆さん口を閉じていらっしゃってよくわかりますね。私もそうでしたね、滅多なことではね、協力しないんですけども、もうそろそろ私もね、若い人たちや30、40の人たちでも戦争の悲惨さをね、ご存じないんでね、あの自衛隊の人たちをね、あの軽くね、よそのいざとなったら助けに行きますなんて、政府の連中がね、昔のね、戦争中のね、参謀本部のね、バカどもみたいなね、そういう言い方をしてるんでね、私、ああ、かわいそうだな。ですから私はこれはね、なるべく戦争というものは悲惨なものだということを一人でも多くの方にね、知っていただいてね、そんなかっこいいものじゃありませんよということを申し上げたくてお引き受けしたんですね。で、とにかく日本はね、とにかく大本営がね、日本国内向けにはね、大本営発表っつって、嘘ばっかり、それで万歳万歳っつってね、歌までね作って、海で暮らすならパラオとエゴジャリって言った歌があったんですよね。そういうものまで流行らして、全部嘘だったんですよ、日本の参謀本部の発表は。国民全部私たち騙されてたんですよね。もうガダルカナルも何も、もうみんな激戦区はね、日本の兵隊さんが本当に気の毒でね。それで、その、中にはね、中川さんっていう隊長さんがね、島民たちを助けなきゃいけないって言うんで、僕たちはここで戦うけども、あなたたちはね、あの、なんか逃げなさい、逃げなさいって、かばって、どん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 、で、自分たちが盾になってって。ですから、今でもね、あの、感謝してるって。やはり、そういったのは、本当の、あの、大和物信のね、あるべき姿だと思うんですね。だからそういうものや何かをね、つくづく感じて、で死んだあの兵隊さんたちもね、妻も子供もお父さんお母さんもいたでしょうし、恋人もいたでしょう。どんなに会いたくてね、亡くなっていったかと思ったら、本当胸が詰まりますよね。まあ、ああいう戦いはね、もう二度と起こしちゃダメですね。まあもうそういうことがね、もう二度と起きないように皆さんね、政府をしっかりとね、私たちはね、監視していましょうね。お願いします。で、日本の政治なんかではね、誰でもいいやと思ってね、で、それでほったらかして投票に行かなかったりね、最終的に調べもしないでね、それで、あ、まあ、適当に言って鉛筆が倒れた方でね、決めようっていうことで、軽く入れてみたらね、本当に大丈夫かなって思うような人もね、あの、選んでね、当選してさせたりしますでしょ。そうするとね、もう日本人のね、つまり知的レベルがね、あの程度だって、みんな外国人に思われちゃったらしいんですね。これは一大事ですよ。まあ、あの、そう言われてもしょうがないところもございますけれどもね。まあ、ですからね、なるべく、あの、私が申し上げたいのはね、あの、一つのね、あの、党にね、あの、長い間、権力を持たせていると、どうしても腐敗しますでしょう。癒着が生じますしね。ですから、あの、青島幸男さんがね、大問題になりましたでしょう。覚えてらっしゃるかな。あの、佐藤総理のことをね、あの、財界の男めかけだ、なんつって、糾弾して大問題になりましたでしょ。だからああいうふうにね、癒着が生じますしね。でもね、私あの、全く何でもいいからね、反対党をね、あの、票を投じていただきたいんですよ。どこでもいいですよ。だけど、そういう考えを持ってらっしゃる方の共産党がね、あんなに20議席近くもね、あの、増やすっていう、私は信じられませんでしたけど、私一度ね、
あの共産党の方にね、共産党というね名前がね共に生み出すっていうのはね古臭くてね、何かロシアのねソ連の共産党とか中国の共産党みたいにもう手垢がついてると、だから共に称えると書いて共産党と、そういう名前にしたらどうですかって言ったらね、なんとね共産党の C さんからねおはがきが来て、いろいろ気にかけていただいてありがとうねおはがきいただきましたよ。私の思い出の街についてお話しさせていただきます。思い出の街、それ東京なんでございますね。私ね、15歳まで長崎におりましてね、でそして歌手になろうと思って東京の国立の音楽学校へね、あの試験受けに来ましたのがね、でその15の終わりの頃でございましてね、で16歳から本格的に上京してきたわけですけれどもね、もうその頃はねもうまだ東京もね、東京大空襲の後のね、あのなんて言うんでしょう、焼け残ったようなところがあちこち残ってましたし、そしてあの上野駅やね、あのとにかく新宿駅とか駅という駅はね、戦災孤児とかね、焼け出された一般の家族の方たちがぎっしり住み着いてましたね、駅の地下道なんかにもね。でそして道もね、あの舗装されてるところまだね、あの舗装されてない泥だらけ石ころだらけのところもございましたしね、銀座にもまだ屋台が残ってましたからね、で夜の女たちがね、戦争前まではね、あのいいところのお嬢様だった人たちがね、一人だけ生き残って、家族へ焼かれて生きていくために仕方がなくてね、進駐軍相手のね夜の女になりましてね、で有楽町であるとかね、上野駅であるとか新宿駅であるとかね、まあ日比谷公園であるとか、そういったところでね春を打っていて、だからそれで喧嘩をするときにはものすごいですね、バカらてめえなんて、っていうようなねすごいアバズレの女になって、それであの普段ね、例えばご飯なんか一緒に食べに行きますでしょ、そうするとね、恐れ入りますけどお醤油取ってくださいませんって、で私はねって言って、もうとっても、ああこの人はいいとこのお嬢様だったんだなんて、そういう感じのね、あの悲しい人たちもたくさんいましたしね。で私はね東京へ来た時にね、あのまだ汽車ポッポでしょ、新幹線なんて電気じゃありませんからね、夏は暑いですから、あの冬はね締め切ってますけども、肺炎が入ってくるんですよ、でそしてね東京へ着いた時にはね全員ねシャツから顔から真っ黒けで進んだり、ですから品川駅もね東京駅もね、主だった駅にはね全部ホームにね顔を洗うね洗面所があったんですよ、ずらーっと水道の出る洗面所が並んでましてね、そこで顔を洗って目的のところへ行くと、そういうシステムになってましてね、いつの間にかあのホームからね洗面所がなくなっちゃいましたね、でそしてあの頃はね私転々としましたね、それで音楽学校も君たちへ東北沢に私下宿しておりましてね、で小田急に乗って乗りで国鉄に乗り換えて、まあ今の JR ですね、で国立まで通ってたんですけれどもね、で国立なんてもう今はもう全く違う街になりましたけどもね、であの新宿駅もねあの古い駅のままでしたしね、風情がありましたね。そして映画館もね、アールデコスタイルのね、ほんと風情のある映画館がね、あちこちにありましたし、あの頃の東京っていうのはね、今はね、あの、ちょっと外れの方に私は住んでおりますけれどね、あの、上のあたりのウグイス谷なんていうのも、本当に私は悲惨な思い出がありますしね、今でも下町にね、あの、行ってね、下町を用事もなくてもうろうろしてますとね、あの頃のこと思いでリフレッシュできるんですね、懐かしい友達もまだ住んでおりますしね、まあとにかくいろいろ思い出があり、銀座はね40年も歌ってた場所ですしね、東京中私は大好きでございます。